パグ港パグ島の一パグ島は、クロアチアの島、アドリア海北部にある。非常に細長い海岸線を持つ島の面積は305平方キロメートルあり、ダルマチア諸島で5位の面積を持つ。人口は7969人。島内には、パグとノバリアの2つの町があり、より小さな村落と観光者用集落がある。行政上島は2つの群に分かれており、 北部はリカセニ軍、南部はザダル軍となっている。パグは北ダルマチアの多島海にあり、北西から南東にかけて細長く伸びる海岸線を持ち、ベレビト海峡に向かっている。島の海岸線は302.47キロある。北西から南東は最長60キロあり、幅は2キロから10キロの間である。島の南西海岸は低地で、 北西部は険しく標高が高い。島の大部分は岩がちである。わずかな地域が地中海性の低木で覆われている。島南東部にはカルスト湖であるベロブラトコ、マロブラトコがある。島の最高地点はスベティビドである。ブドウ、野菜、果物が島内の谷と畑で栽培されている。ルン半ン島のある北部地域は大半がオリーブの木立ちとなっている。 島のコミュニティほとんどが道路でつながっている。島南部から300メートルの長さの球場の橋が本土との間にかかっている。島北部のプリズナから本土のジグリエンとの間をフェリーが往復する。パグとノバリア以外の主な村はルン、スタラノバリア、ガヤツ、コラン、マンドレ、シムニ、メタイナ、ディニシカ、バルシチ、ポブリャナなどである。パグ島のパノラーマ。 ありがとうございます。